はい、丸二葉改め、怠惰不勤勉でございます。例によって例のごとく、パイナップルと七味じゃないと唐辛子の水耕栽培なんですけど、まあ前回あげて3ヶ月以上経過してしまいましたが、まあね、企画自体があまりにも地味すぎるやつなので、まあ正直なかなか成長しない季節だったわけですよ。はい、冬だったんで寒くて、でまあやっと最近暖かくなってきた、まあ植物たちの成長もまた良くなり始めてきたので、でこうまたというか3ヶ月ぶりにまた撮影をということになりました。ではどうなったのかといえば、まず一つ目が、はい、こいつ、よ、あら、まあ多分なんかこの葉っぱはおそらく3ヶ月前と比べるとかなり伸びたと思います。まず1号こんな、おおよそまあこんな感じですね。よいしょ、で2号がこいつ、まあこいつがね、なんかすごく伸びちゃったんですけどね、まあ3ヶ月経って、まあこのくらい伸びたらまあそこそこ伸びた方かなと思いますけど、でまあおおよそこいつが特になんか知らんけど横にもろに伸びてるねって感じなんですよ。はい、よし、では唐辛子ですね。ちなみにこいつ、はい、これはもうかなりなんか分かりやすいかもしれないですけど、まあこんなに根っこもなんか伸びてきました。で、そういう暖かくなってきて成長もし始めてくれたんで、まあ、ちょうどいい感じに、伸びてきましたね。はい、というわけで、まあ3ヶ月比べるとまあ暖かくなってきたということもあって、若干成長もまたし始めてくれたかなということで、でまあ今日はこれで終わりというわけではいかないのですよ。はい、このパイナッポーの2号とというか、この1号と2号のこの葉っぱを、この伸びちゃったやつちょっとね、切らないといけないので、で今日はこいつを間引いてっていうか切って、それで今日は終わりですね。まず伸びちゃってる、一番伸びてるね、こいつからまず切ってしまいましょう。はい、ちょきっとな。でこいつもちょっと伸び始めちゃってる、伸びて始めてるというかかなり伸びてるので、こいつも切る。まあこんなけど、ちょっとこれな、あと前になんか切って、これもちょっとなんか微妙に長いから、ここもちょっと切って、でそうだな、あともう伸びないとは思うけど、ちょっとこれもなんか邪魔だからこれも切って、まあ全体的にはこれでおそらく2号は多分これでいいと思います。はい、よし、では次は1号ですね。いや1号は結構地味に長いので、まずこれ切って、で次こいつで黄身、
ちょ、これどうしようかな。ちょっとこれを見送ろう。ちょっとこれを少し切って、あとこれも切って、であとこいつも切って、あとちょっとこれも長いからこれも切っちゃいましょうかね。もったいないけど、はい。あと何気にこいつも長いからこれ切って、あとこれどうしようかだけど、これもやっぱ、これはいいか。まあとりあえずこうやってちょっと1号と2号のパイナップルの水耕栽培の苗は、葉っぱはとりあえずこれで切断完了ということで、まあこれからどんどんこれ伸びるのかは分かりませんけど、まあ次にアップするのはどうなるってることでしょうかね。はい、まあという感じで3ヶ月ね、経っちゃいましたけど、まあとりあえずあんな感じで伸びてくれたということで、まあ、次、まあ多分暖かくなってきてるから、そろそろというか、なんか多分成長は多分かなり早くなると思うので、早ければひょっとしたら、まあ、あんま期待しないでって感じで、まあ2ヶ月後ぐらいには多分、まあ、パイナップルはおそらく微妙に伸びてるって感じで、こっちがね、唐辛子くんがね、多分結構伸びてきそうな、そんな感じがしますね。はい、まあというわけで今回の動画はこれにて終了します。ご視聴どうもありがとうございました。では失礼します。